はい、ドラゴンクエストモンスターズ2実況プレイパート19やっていきますと、前回は苦労の末メタルドラゴンの入手に成功しましてね、キングスとメタルドラゴンを、はい、入手に成功したというか無理やり作ったんだね。はい、まあ何はともあれね、こうしてメタルドスライム、メタルキングを、配合で作ることができました。これからねこのメタルキングをガンガン、強くしていって一応クリア前の、まあ、最終メンツとしては彼を使っていこうかなと思ってて、まあちょっとクリア前だとねなかなかちょっとレベル上げもはかどらないっていうのもあるのでね、当面はこのメンバーでやっていければなと思います。はい、で、まあ、とにかくレベルが上がりにくいっていうのもあるので、今回は天空の鍵の物語を進めながら、やっていこうと思ってます。じゃあそうですね、まあ、レベル上げがてらっていうこともあるのでね、この子を先に攻略しちゃおうか。前 PS 版のとこにこれですね。で、やってた時は、ここを結構レベル上げポイントに使ってたんで、めちゃめちゃいいんですよね。ただその時はまあギガデインとか、輝く息とか、全体攻撃手段をとにかく確保しておいて、それでガンガン上げてたんですけども、ちょっとね、自分のこの技発生だと多分この手の技多分残らないと思うんで、なかなか難しいところね。ただ経験値はうめえのよ。このうめえ経験値をなんかモンスター一体だけ連れてってまるっと吸わせるっていうのをね一時期永遠やってたんだけど、よし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 、さすがに4桁もの経験値ともなればそれなりに上がるね。あ、ダンジョンのね内装は全然覚えてない。特にこのね鎧ムカデが出てきた時が時点で経験値美味しくて、一番いいのはここでスカイドラゴンが出た時だね。経験値が爆うま。テリバンとかみたいにはぐれメタル狩りとかしようとすると、そういうのが出てくる鍵を入手しないといけないっていうのが出てくるんで、かなり大変なんですよね。そのために何回も闘技場に挑戦してみたりとかさ。ザオリクになった。
出た。さすがよ。あー、それでいいか。少しでも HP 補正かかってくれるようにね、戦士のリングつけてるから。ゼロってことは今んとこあんまないからね。助かるわ。うん、とりあえず3桁入ってくれてるからね、だいぶいいわ。守備力もすでに205、素早さも219、いいね。技豊富だな。砂煙と魔の良さ同時に習得したってよ。あれ効果一緒じゃね。飛ぶ順も覚えてるもんだな。ただここはさすがに覚えてない。はい、いけてた。よし、天空の鎧。よしよし、ここの経験値もうまかった。でもその天空シリーズを集めていくっていうのがね、じゃあ今回の世界での目的になります。次どうしようかな。一旦回復しとくか。
できるかな。いいものくれるじゃない。地獄の門番超欲しい。生き残ったら肉食わせよう。お、これは行っていいのでは。お、これは言っていいのでは。この際生物だとは。できればメスがいい。いってそばか。もう空気読んでくれるね。よしよしよし。肉あと燻製しかなくなっちゃったかな。まだ守備力が上がりきらないね。ガンガン上がってく。まだリーノが勝てえな。マネマネは作ることができないからね。ここで捕まえておくと結構いいかもしれないね。経験値もここもまあまあうまいじゃない。キャー爆裂剣。今リ攻撃力何歩なんだ。魔王系除けばさ、ほんとグリズリークラスっていうか、めちゃめちゃ攻撃力上がるんですよね。
なんかめんどくせえことになってる。よしよし。あれでも別に経験値変わるわけじゃないからな。そうだね。グリズリーと同等。同率3位ってところの攻撃ですかね。攻撃力の上昇値というか。攻撃力だけだったらエスタークにだって負けないぜ。君が皆殺しを起こしちゃダメよ。自分殺しちゃうから。ん？いやー、むしろ君来ない？ちゃんと面倒見てあげるよ。真面目な話、骸骨検証言ってほしい。デホマズに来たクロールな、精神統一してもな、ちょっと攻撃力だもんな。 B出てくるときあんま変わり映えしねえな。一応ここにもね、欲しいモンスター一体いるんですけど、あわよくば複数入手したいんですよね。ただ、今、肉がね、燻製肉しかないからね。多分無理だな。お化け狩り機。B の火力がえぐい。きたー。そう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 、こいつよ。燻製肉でワンチャン仲間になってくんねえかな。呪文庫が消えた。
あの呪文が発動しなくなるって、ね、ちょっとこれしかないもんでね、割り切ってどっか行くぞ。殺しに行ってんな。だよね。期待しなかったよ。よし、百裂並み習得。メガザルダンス。まあ当然といえば当然だけど、攻撃力わからんな。邪竜選手がいた。死者の見るものを追うがいい。その先に鍵はありき。なるほど。これかな。あ、なるほど。
あ、これだ。だ。我が城の魔物たちを恐れずにここまでたどり着くと、子供ながらその勇気には私も感服した。しかし宝が欲しいのならこの私を倒してからだ。というわけで、ナイトリッチ。おお、ちょっとなんかボスっぽい BGM 鳴らしてくんね。バイキルト、爆裂剣、百裂なめ、聞かなかった。でもまずで、入ったもろた。すえ。今いらんな。私を倒すとは見事と言うしかあるまい。敗れたからには潔く宝を渡そう。さらばだ。さらばと、はい、天空の剣をゲット。あーだよねー、しまったな。もう一度ずつ持ってきたかったな。まあ、いっか。じゃあ、とりあえず今回このまま一旦一区切りにしたいと思います。あと一箇所、ダンジョン攻略をすることで、この扉の探索も終わりというところでね、まあ、残りの期間内にも何とかして、この、俺の今追い求めている最強のパーティーを作って、まあ、ラストバトルにね、挑めればなと思います。はい。ではドラゴンクエストモンスツー実況プレパート19、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見えきれない。